さあ皆様、遅ればせながら明けましておめでとうございます。一本目の動画でございます。遅いさあ今回はジブリスポット巡り in 名古屋。今年もね、いろんなジブリスポットに行ってまいりましょう。まずはじめは謎のジブリカフェに行ってみた。はい、皆さんこんにちは、大田優衣です。さて今日はですね、どこに来ているかと言いますと、名古屋に来ております。そうなんです、今日はねちょっとお仕事で名古屋に来ているんですけど、せっかくなのでね、名古屋のジブリスポットを回ろうということで、今からねとあるジブリスポットに行きたいと思います。なんかね、以前コメントでね、名古屋にすっごい可愛いジブリカフェがあるっていうのを教えていただいたので、ちょっとね、ずっとそれにね行きたいと思ってたんです。なので今日はそこに予約をしましたので行ってみたいと思います。イエイ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 そのカフェの名前はですね、大須の森カフェって言うんですけど、はい、こんな感じで、なんかね、ジブリは多分非公式だと思うんですけど、まあジブリファンの間ではなんかすごく可愛いカフェとして有名みたいなので、まあね、その辺はちょっとよくわからないんですけど、せっかくねコメントで教えていただいたので、そこに行ってみたいと思います。なんか予約してる時間が1時なので、ちょっと急ぎたいと思います。それでは行ってみよう。どれだろう、結構ややこしい。はい、こちらがお目当ての大須の森カフェこだまでございます。雑居ビルの中に入っているみたいで、この看板がね目印になっていました。なんだか見たことあるようなものがたくさんありますが、実際のお店はどんな感じなんでしょうか。行ってみましょう。ここだ、これですねえ、すごい、本当に雑居ビルの中のワンフロアって感じなのかな。4階。結構しんどいあ、急に森感。あ、待って待って、カブがいる。あ、すごい、あ、千と千尋のお迎えだ。一番最初に千と千尋のゼニーバのところのナイトがお迎えに来てくれる。で、カブ、大須の森カフェこだまはもう扉を入る前からジブリワールドが広がっておりました。森をテーマにしているそうなんですが、完全にここはもののけ姫の森ですね。このサンタアシタカのコスプレの衣装はなかなかね、こうして展示として飾っているのを見たことがなかったので、足まで再現されていてすごかったです。そして待合席にはジブリの本がずらり、退屈しなさそうです。はい、こちらが大須の森カフェこだまの店内になります。迎えてくれるのはとっても可愛らしい看板。そして左の方を見ると、棚の上にジブリグッズがずらーっと並んでおりました。あ、めっちゃ高いオウムまでいます。アーヤとマジもありますね。そしてこだまは映画さながらにたくさんいました。メイガニがいたり、空調設備に至るまで本当に森をコンセプトにしているのがよくわかりました。そして私は予約をしていたので、こういうねネームを作ってくださっていたのですが、なんと私の YouTube を見てくださってたようで、大好きなねもののけ姫と耳そばの席をね案内してくださいました。ありがとうございます。そしてこちらはすす渡りが食べるコンペイト、これはねサービスでくれるそうです。さあそれではメニューをね見ていきましょう。まずはこちら、1ページ目には注意事項が載ってありました。私が注目したのは一番下のここ。当店は株式会社スタジオジブリとは関係ございませんと、公式なお店ではないことが分かりました。そして次のページを覗いてみると、
はい、フードメニューがずらっと並んでおります。こちらは人気ナンバーワンの麦わら帽子のオムライス、ベーコンエッグがあったり、カリオストロのスパゲティ、あ、これは完全にジブリ飯でございます。そして隣にはキキが食べていたあのホットケーキや、なんとポニョのラーメンまでね、再現されておりました。あー、これはもうメニューを見てるだけでも楽しいくらいですね。まあそんなことも言ってられないので、それでは注文してみましょう。オムライスと天空のコース席、天空のコース席、ありがとうございます。こっちにします。ありがとうございます。おばあちゃんのおもてなしで。すごい、何これ。ありがとうございます。手渡されたのはロボット兵のとっくり。何が起こるのでしょうか。天空の飛行石はあのラピュタの飛行石をイメージしたドリンクで、このとっくりの中に入っているソーダ水を注ぐと、なんと青色に光るんです。これね、生で見ると本当にラピュタの光そっくりでね、もう本当にね大興奮でした。見てください、この綺麗な色。ちなみに味はね、この青いところが多分ブルーベリーみたいな味わいで、そこにねソーダ水を注いでるんだと思うのですが、とてもね爽やかな甘みが広がるドリンクになっていました。あ、ありがとうございます。うわ、かわいい、かわいい。こちらが大人気メニューの麦わら帽子のオムライス。中を開けるととろーりとチーズがまとわりついてきます。ちょっとね一人で喋りにくかったので、リアクションがねアフレコになってしまいますが、一口入れるとね、このケチャップの甘みとこのチーズのねとろとろ加減が最高なんです。そしてこのオムライスの上にはね、ケチャップじゃなくてマヨネーズがかかってるので、そりゃあもうね最高でした。そしてさらに食べ進めていくとトウモロコシが出てきました。これはね、めいちゃんのトウモコロシをイメージしているそうで、おばあちゃんの畑から持ってきたそうです。こういうね、細かいジブリ愛がね、伝わってくるのがこのお店の素敵なところだなと思いました。それではこちらの天空の飛行石も飲んでみましょう。なんかね、見た目からはなかなか味が想像しづらいですが、味わいとしてはブルーベリーが一番近いかな。やっぱりほら結構ね炭酸がシュワシュワしてるでしょ。だからこのオムライスのマヨネーズとかチーズの濃厚さをちょうどなんかねいい感じにかき消してくれるというか、なんか相乗効果でねどちらも美味しくなる感じがしました。ちょっとね一人で食べれるか心配だったけど、カフェご飯っていうのもあって全然ペロリといけました。完食。はい、ご飯も食べ終わりまして、あとはデザートタイムです。注文したのはね、おばあさんのおもてなしっていうゼニエバの多分ケーキが出てくると思うのですが、一体どんなケーキなのでしょうか。はい、こちらがゼニーバのケーキをイメージしたおばあさんのおもてなしでございます。上の方はねレアチーズケーキみたいな感じで、下の方に少しねこうスポンジというか柔らかめのタルトみたいな感じがねありました。一口食べるとその濃厚さとちょうどねさっぱり感のある程よい酸味のあるねレアチーズケーキになっていました。
私もまだねゼニーバのケーキ作ったことがないので、これはね作り方をちょっと参考にしたいなと分析したりしておりましたこのね下の方の黄色加減とかね、ほんとゼニーバのケーキにそっくりなんです。若干ねゼニーバのケーキはね表面が黄色で中が白いんです。なんかそういうのもね工夫されてるのかなと。またこのねこのジャムクッキーもね本当にそっくり。私人が作ってくれたジブリ飯食べる機会本当にないから、すごくね満足した気持ちでした。めっちゃ美味しいですあ、ぜひお願いします。はい、ということで次回はなんと店長さん自らですね、このジブリまみれの店内をね案内してくださるということで、店長さんのこだわりだったり、普通にね行くだけじゃわからないようなこのね隠れたジブリ愛を教えてくださるみたいなので、次はそちらをご紹介したいと思います。というわけでチャンネル登録して次回も楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではまたねー。